京都町奉行も務めた幕臣です。新品種を作り育て昭王と名乗りました。昭王が84年の生涯で世に送り出した花菖蒲は300以上、作り出された花々は精緻な図の栽培所として残されています。没後163年昭王の花は今も咲き続けています。青紫の鮮やかな花弁に白い脈、江戸の粋と気品を伝えています。全く当時と同じかどうかは分かりませんけど、現在この昭花と呼ばれている、この堀切菖蒲園で保存している昭花というふうにまずご理解いただくといいと思います。花菖蒲の花は改良を重ねて様々な形が生み出されました。外花碑と呼ばれる大きな花びらが3枚、基本的なこの形の花を三栄花と言います。そして内側にある小さな3枚の花びら、内花碑、これが変化して外花碑と同じ大きさになった花が六栄花です。外花碑が垂れ、内花碑がピンと立った三栄花です。六枚の花弁が優雅に垂れる六栄花。こちらは模様にご注目。白地に薄い紫の筋が入ります。こちらの模様はハケで吐いたような絞りです。今度はね、ちょっとこう腰を落として目線を下げて、ここからこの花菖蒲を見ていただきたいんですが、まずこちらのこのイタコの夢という品種ありますね、はい、これ江戸系の品種なんですが、先ほどのこの三栄のこの外花碑ですね、はい、これが割と横にこうシュッとこう平らにこう羽を広げてるような感じですね、はいはい、これがまあ平咲きといいまして、江戸子ならではのですね、ピッとこう花びらがこう横に向いてる、ここもまあ粋な花の形というふうに捉えたのかもしれません。こちらは大輪、外花碑が大きく垂れ下がる豪華絢爛とした花姿です。遠くから見てもクローズアップで見ても心奪われる花菖蒲の花です。